すいません、オケタイプタクトのウンパルンパです。ちょっとね、ごめんなさい、何個か訂正がありましたので、皆さんにお伝えいたします。大問2番の、カッコ3、あからうと書いてありますけれども、これ正確に言うと、まあ多分わかると思うけれども、これあから、かまでね、やってください。で、あともう2つぐらいあるかな。じゃあ、ね、あともう2つ、大問4番のカッコ2なんだけれども、これ、単語で、書いてくださいというふうに書かれてるんですけれども、これ選択肢がそれぞれありますので、まあ、例えばあ、まあ、なんとかとかいなんとかとかありますので、これ単語で書くではなくて記号で書いてください。わかるかな。ちょっとごめん、ややこしくてごめん。で、これ単語で書いてって言ってるんだけど、これだから、まあ、要するに言うと記号で書いてください。ちょっと待って、もう残りあと10分ぐらいでね、これ多分違うもんね、これちょっと多分違うな、ちょっとごめんね、ちょっと時間もないかもしれんけども、あ、残り15か。で、記号で書いてください。だから単語で書いてても、単語で書いてて合っててもこれ×になるんで、ね、そこだけしっかりやってください。あと、どこだっけな、大問5番の、カッコ4のとこなんだけど、一つ、選択肢が抜けてました、ね。なので一つ選択肢を増やしておきます。あ、いや、それ、えの選択肢が、お酒です。 OK、 それだけちょっとお願いします。じゃあ、ドキッタキシャスでよろしくお願いいたします。あ、てか、まだなんか質問ある人いるかな。大丈夫？ OK、 じゃあ、そんな感じでちょっとよろしくお願いします。これもちょっと OK だね、ちょっと消しますね。あと残り、3個ちょっと間違いミスがありました。ですね、タバコなんだけども、選択肢 E の、こうタバコって書いてあるんだけども、これカタカナでタバコに書いてください。で、あと、選択肢の一つで、これ多分大問の3番だね。で、大問の4番で、選択肢の一つ、確かこれは、うだね。うが、受動喫煙って書いてあるんだけど、この、受動の受が、愛知の愛、愛道喫煙になってるんですけれども、これ、正確には、受動喫煙ですので、ちょっとこれだけ間違えないようにしておいてください。正確な、単語というかね、漢字はこれですので、まあ、授業でね、何回もやってるから分かると思うけども、よろしくお願いします。で、ごめんね、あと1個が、そうだ、かっこ、四角、大問7番の、かっこ1なんだけども、これ、丸1から4、よかった、5か、丸1から4までってやってるんだけれども、正確に言うと、丸1から、丸5までなので、これはね、ちょっとごめんね、ちょっとミスが多くなっちゃいましたけれども、その他何か質問ある人いないんですかね。じゃあ、すいません、滝下先生、そんな感じよろしくお願いします。じゃあ、すいません、失礼します。